山口キララ博記念公園は山口県山口市アジスにある山口県立の都市公園である。2001年にアジス町キララ浜の一角で開催された山口キララ博の主会場の跡地利用の一環として県民の交流、参加を通じたスポーツの振興を図る場として2002年7月から山口県立キララスポーツ交流公園として共用を開始した。 新たに建設された施設は、サッカーラグビー場や駐車場程度で、博覧会の施設のうち、乗り物や大半の仮設パビリオンなどを除き、ほとんどが博覧会当時のまま残されている。なお、仮設駐車場の一部は、博覧会終了後も、北駐車場としてそのまま残されており、通常時は閉鎖されているが、 多数の来客が予想されるイベント時には臨時駐車場として開放される。2006年11月に都市計画決定により都市公園法に基づく都市公園となり名称を現在の山口キララ博記念公園に改めた。陸上競技場こそないものの各種スポーツ施設を備えた運動公園とみなすことができる。第66回国民体育大会及び 第11回全国障害者スポーツ大会でも複数の競技の会場となる。2013年から中国地方最大規模の野外音楽イベントであるワイルドバンチフェストが毎年開催される。これは1999年から2012年まで広島県で開催されていたセストックの後継イベントとして開催されたものである。キララ風車、風神ピオトル。 コワルスキー山口キララ博のラグーンゾーンとして使用されたエリアをそのまま残したもの。山口キララ博記念公園の特徴的な作りの一つで干拓により締め切られた堤防をわざと切り取り3.9ヘクタールの人工海浜を持つ入江を設けている。ビーチバレーのコート3面を確保することができる。また、公園内園路と組み合わせてトライアスロンが行われることもある。実際、 山口キララ博期間内に ITU トライアスロンワールドカップが行われたほか、おいでませ。山口国体のデモンストレーション競技としてトライアスロンが行われる予定となっている。人工的に作られた月山とその周辺に広がる遊具群。綱渡りトリムコースは全長235メートルで日本一の長さを誇るほか、自然石仕上げのクライミングゴール、 マウンテンネットなどがある。利用無料。詳細は山口キララ博記念公園多目的ドームを参照山口キララ博のメインパビリオンをそのまま活かした山口県発の道具型屋内競技場。山口キララ博記念公園のランドマークとなっている。山口キララ博の町のゾーン後に建設された158メートル84メートルの天然芝グラウンドを持つ。 球技場。スタンドはメインスタンドの国一部を除いて芝布席で約5000人収容。J リーグ所属のレノファ山口 FC がメイングラウンドの一つとして使用している。おいでませ。山口国体ではサッカーの会場。おいでませ。山口大会ではフライングディスクの会場となる。山口キララ博のスポーツゾーンとして使用された18,200。 平方メートルの広さを持つ、総天然芝の楕円形のフィールドで、周囲をフィールドと一体化した芝布石が取り囲んでいる。サッカーラグビーの公認フィールド一面を確保することが可能で、サッカーラグビー上のサブグラウンド的に使用されることも多い。実際、国体のプレ大会となった第46回全国社会人、サッカー選手権大会でも、会場の一つとして使用された。 おいでませ。山口国体でもサッカーラグビー場とともにサッカーの会場となる。おいでませ。山口国体において水泳の主会場とする目的で建設された山口県発の屋内競泳プール。日本水泳連盟公認の50メートル10レーンの競泳プールと25メートル8レーンのサブプールを備える。1963年に行われた。 前回の山口国体では、日本水泳連盟公認のオンダプールが競泳の会場として用いられたが、水深が1.2メートルから1.8メートルと、競泳以外の水泳競技を行うことが困難で、あったことから、0メートル2.5メートルに可変可能なかどういうかを持ち、アーティスティックスイミングや水球に対応可能なプールの建設が決定した。なお、飛べ込み競技については、 さらなるベッド施設が必要となることから新設を断念し、広島市の広島市総合屋内プールを使用することになった。山口アイマップ、ありがとうございます。